今回は6月に、この5ゲージ削り時だけですが、支援なしで、潜水艦編成で削りができるという話をいただきましたので、配信でやってクリアした時の動画をまとめてみたよ。空母が強くなったとはいえ、支援なしでいけるのか最初半信半疑だったわよね。以前、一度試してやったことあったけど、道中支援が働かないと潜水艦があっけなく大破した記憶があったし、今は上ルートで、戦艦1、空母5隻の強化力で攻略が簡単になったってのもあるからね。というわけで、まずは編成と装備の紹介からしていくよ。攻略情報を見てると、これ以外の編成方法もあるみたいだけど、基本的には空母3、潜水艦3がテンプレなのかな。基本的にしたルートには潜水艦3隻が必須だから、そこは考えないとして残りの3枠だけど、空母を減らして、戦艦を入れるって人もいるみたいね。空母1、戦艦2っていう編成もあるみたいよ。空母1だと潜水艦に推薦艦積みとかじゃないと厳しそうな気がする。まあそれは自分には無理かな。やっても空母2、戦艦1までだと思う。続いて装備紹介に行くよ。あ、ちなみに装備はこの時と全く同じ装備だけど、かなり装備の改善余地が動画編集中に気づいたけど、その辺は気にしないでください。上から順番に、まずはサラトガ。一応保険で野戦のことを考えて、夜間航空機乗せたのと、カットイン装備。続いて昇格。ジェット機と定番の航空カットイン装備。次に随格。ここまで見て思う、なんでこんな装備の乗せ方してるんかなー。適当&慢心。まあ、うん。次に潜水艦に。水戦で制空補助しつつ、一応カットイン装備に。まあ同じようにイオも同じ感じの装備。この二人は所持してる人は確定枠になるかな。残りの1枠は自分の艦隊の連動も兼ねてローちゃん。魚雷の威力を考えるなら、イクやニムの方が良いかもしれないけどね。でも道中大破撤退を考えるなら、回避の高いロ500が無難な可能性もあるかもね。あと、同説に空母にはバルジ、潜水艦にはタービンを装備させてあるよ。空母にバルジを装備させてるかどうかで、エリレの開幕雷撃の耐えられる確率がかなり違うと思うから、みんなも5の5攻略する際はバルジ強になろう。唐突なバルジ押しが始まる。バルジ付け始めたら、明らかに大破率違ってきてるからねー。この5で動画を出すときはバルジを毎回譲らえ、ここは譲れません。さて、次に潜水艦したルート、この時は突発できて装備考えていたため、だいぶ改善の余地があったので、もう少し装備に関して考えていきたいと思うよ。空母の装備だけになるけども、この時の装備の仕方を見ると、制空値がだいたい540ぐらいになってて、もうちょっと制空値落としても良さそうに見えるんだよね。潜水ルートで、道中制空確保、母子航空優勢を取る場合、制空値はだいたい420以上あれば足りるから、艦船の数減らして、火力をもう少し上げることができそうね。一つ考えたのが、サラトガを装甲空母に変えて運用できそうかな。装備枠一つを夜間作戦航空要員で潰しちゃうけど、それでも制空機は問題なさそうだし。昼戦でサラトガが中破してしまっても、装甲空母なら置物にならずに済みそうだから、ありかもしれない。夜戦より昼戦が大事だからね、手数が減れば被弾率も上がってしまうし。あと他には、ジェット機を2つ乗せることも可能かな。で、数を増やすという点では装備しても良さそうね。まああまり期待はできないけども、潜水艦の脅威になる駆逐艦とか落とせればでかいからね。だいたいこんなところかな、あとは艦艦を1個増やすかどうかぐらいしか思いつかないや。まあ、攻略方法は人それぞれだし、装備の手持ちでも変わるしね。
ってことで、一応自分の場合の装備を見直した感じだと、こんな感じになったよ。サラトガを総航空母に変えた場合は、野戦と航空カットインでこんな感じ。F6F5N のことは言わないでくれ。編成を変えず、白トガならこんな感じ。もう一個観光を増やしただけになるけど。ついでに観光はとりあえず適当なの乗せてあるだけ。次に吊るしまいの装備。昇格は何も変わってないかも。次に随格。随格はジェット機乗せて、カットイン装備に変えてみたよ。一応この装備で、潜水艦の装備の変更しない条件で、制空地は黒サラトガを入れた場合、制空地大体451。白サラトガの場合、制空地大体438で、どちらも道中制空確保、ボス航空優勢付近の制空地調整ができたと思うよ。まあ次にやることがある場合はこんな感じでやるかもぐらいかな。正直この時にやってみて思ったことは、ゲージを削れた場合は、上ルートに比べてかなりコストが低くできるのが魅力だけど、道中の突破率は上ルートに比べると低いから、安定を求めるなら、道中支援があると安心かもと思ったよ。どちらのルートにしろ、エリレの先制雷撃の恐怖は変わらないけどね。そこはお祈りしかないしなぁ。あと、ゲージ破壊時は下ルートだとあまりおすすめじゃないみたいなので、ゲージ削りだけにした方がいいみたいです。最終編成だと、敵の強化もあって、火力不足になるかもしれないわね。決戦支援を使う手もあるけど、支援出すのは面倒な将軍だから、やらないだろうなぁ。とりあえず今後は、上ルートが詰まったら、下ルートも利用していく形でこの編成も使っていこうかなと考えてます。あ、メインに使っていくわけじゃないのね。やっぱり潜水艦の連動が低めってところが気になるしね。瞳とイオが結婚まで行ったなら、また考えていこうかと思うよ。さて、機関撃破し、ゲージ削りすることができました。今回は支援なし、この5潜水艦ルート編成の紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。